はい、皆さんこんばんは。今日はですね、こちらにありますシグマの 135mm のアートレンズですね、シグマ 135mmF1.8、DGHSM アートラインのレンズですね、今回これが、昨日、3月の17日に、発売日が決定となりました。発売日はですね、こちらにありますように、4月の7日金曜日ですね。桜がまあ咲いて散る頃には入手できるかなということで、私ねちょっとこれ意外だったんですよね。まあ夏とか秋ぐらいには出てくるのかなっていう、そういう感覚でいたんで、あと数週間ですよ、数週間でこれが入手することができるということなんですね。はい、でまあそこにちょっと驚いて、まあ、ホームページをね、あれこれ見てみたんですけども、まあ、こちらのタイトルにありますように、驚愕の、まあ、驚きの光学性能、驚愕の光学性能っていうことが、分かりました。はい、のでまあ皆さんにね、どのあたりが驚きなのかっていうのをね、お伝えしようかなっていうふうに思っております。はい、ということで、こちらね、見ていきますと、価格が、希望小売価格が17万5000円、ね、で、最安値かどうかは分からないんですが、カメラの北村で13万6000円で、明日から、明日ってもう多分日付変わったんで今日ですよ、3月の18日から予約を承るということを、聞いております。はい、まあどうなんですかね、初値で13万6000って言ったら、私が今持ってるアポゾナっていうのは17、8万、それもね出てから、まあだいぶ経ってから買いましたんで、それでも17、8万しましたんで、やっぱりね数万、いや数万どころか今後多分値下がりしてったら、まあ4、5万、5、6万ぐらいの差がつくんじゃないかなということで、まあ安いってことですね。で安い上に、まあ、F 値がね開放 1.8 なんで、アポゾナは2ですから、いろいろねこう違いがあるわけですよ。でやっぱり気になってくるわけですよ。はい、で私のねこのアポゾナね、これはねもう私ずっと絶賛してるだけにね、ほんとすごいですよ。私だけじゃなくて、天体写真やられる方は皆さんねずっと絶賛してて、もう定番レンズですね、この 135mm の、うん、まあ、コーティング素晴らしいでね、この共同のこの、メタリックな質感も素晴らしい、うん、で光学性能も、色収差っていうのがね、ほぼない、ほぼないですね、うん、フルサイズの前面まで、まあ星が、点で映る、ね、そういうコマとかそういうのなく点で、映ります。でまあ唯一、まあ、本当ね細かい、重箱の隅みたいな、そういう目線で言うんであれば、開放近くで撮るで、強調、まあ、コントラスト強調とか色彩強調していくと、若干ですけどね、若干の赤ハロ、星の周りに赤くちょっとね巻く、そういう症状はまああるにはあります。ただねもうその辺は屈折光学系のもう限界なのかなということで、それ以上を求めるんだったらもう反射望遠鏡買うしかないかなっていうぐらいに、まあ、限界までね光学性能をまあ突き詰めた、このアポゾナの 135mm の、まあ、ツアイスのね非常にこう素晴らしい優れたレンズですね。それを私は今、まあ、17、8万で買って、まあ、未だにね所有しております。でこれで天体写真の作品いくつも作りましたし、やっぱりねプリントで見てももう全面針でついたようなね、針で点をついたようなそういう製造が得られます。はい、で、そんな中ですね、そんな中このシグマの135のアートがね出てきたわけですよ。アートで、まあ、こう100数十ミリっていうのは今回こう初めてですね、シグマが出す、シグマが考える 135mm の、まあこの光学性能っていうのはどういうものなのかなっていうね、ところを、まあ、今ねサンプルとか保証を取ったわけではないんで、まあ、MTF 曲線を、見て、まあ、判断するしか、まあ、推察するしかないのかなというところではあるんですけど、まあ、ただね MTF 曲線っていうのはね、まあ、あくまで参考データにしか過ぎないんで、うん、それ以外にも、まあ、レンズっていうのは、まあ、ボケのテイストとか、まあ、いろんなものがやっぱあるじゃないですか、うん、データ化、定量化できないようなものね、うん、そういうのは確かに、まあ、あるんですけども、まあ、今ね何にもないところから、まあ、こういうなんていうんですかね推察をすることは、まあ、非常にこう困難なんで、まあ、唯一すがれるデータっていうのはこの定量化された、まあ、MTF 曲線なのかなっていうところで、そこをちょっと見ていきたいと思ってます。はい、というかねさっき見てたんですよ。そしたらこのツアイスのねアポゾナの135と比べて、いやかなりね検討してるんじゃないかなということを思っております。でそこをねちょっとお見せしたいと思います。はい、
性能 MTF がすごすぎということで、ね、こちらに書かせていただきました、はい、ちょっとテキスト消しますね、はい、じゃあね、その、ね、MTF ねどんなもんかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。ちょっと私の顔隠れますけどもね、はい、で、ね、まずね、光学エレメントというか、こう、ガラス、どんなガラス使ってるのかっていうのがね、こう、左と右で、書いてます。左は、ツアイスのアポゾナ、私が持ってるやつですね。で、右が今回発売される、4月7日に発売されるシグマの135アートですね。ちょっと大きさこれ違いますけども、ご容赦ください。はい。ここに書いてあります。異常部分分散性の特殊、ガラス製レンズってあります。ね、異常分散性のこのレンズですね、これ紫色で表示して、ありまして、合計で前玉含めて 1,2,3,4 枚使ってますね、はい、4枚使っていると。でそれが、どんな、素材なのかっていうのはここではね、触れてないん で、シグマも今度見ていきますと、今回出るシグマのね、アートのレンズは 1,2,3,4 枚、この色ついたやつ4枚がそうです、はい。で、ね、確かね、こちらが、青っぽいのが SLD ガラス。で、この黄色っぽいのが FLD ガラスですね。FLD っていうのは、フローライトに近い、フローライトでは多分ないと思うんですけど、まあ、多分近いもんだと思います。シグマはあえてフローライトとは言ってないですね。はい。まあ、SLD も FLD も、まあ、ここで、ツアイスでいうこの紫みたいなね、そういうものじゃないかなと、いうことを考えると、まあ、結局4枚に対して4枚使っているということなんですよ。ツアイスの 85mm のオータスっていうレンズがあります。であちらもね、まあ、55mm の 1.4 のオータスがありますけども、それと同様に、色修差補正の性能が非常にこう優れてまして、で対してシグマのアートの 85mm っていうのは、その部分でちょっとね、劣ってるんですよ。解像力は高いんですが、まあ、色修差がね、色修差というか、まあ、軸上のって言ってもね、パープルフリンジが明るい星で、まあ、目立つと、ね、紫色になってしまうっていうね、そういう症状がありまして、まあ必ずしもね、シャープであれば、結合性能が良ければ、そういうフリンジが出ないとかね、そういう、まあ、春が出ないというわけではないのかなということを、まあ、痛感したレンズ、それが、まあ、シグマの 85mm の 1.4 ですかね、はい、でした。でそれは、見ていくと、ね、この、こういう異常分散性のね、そういう特殊ガラスっていうのはあんまり枚数使ってなかったんですよ、そのオータスに対してね。でも今回この 135mm っていうのは4枚使ってて、ツアイスも4枚ね、ということなんで、決して引きを取ってないということなんですね、それがまず言えると思います、はい。で2つ目にですね、この MTF 曲線をね、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっとでかくしましょうかね、はい、でかくしました。はい、で見ていきますと、左がアポゾナー、右が、シグマですね、はい。で、あくまでね、これ開放 F 値が違いますんで、ツアイスのアポゾナーっていうのは F2、開放 F2 です。で、シグマの口径比は 1.8 なんで、2と 1.8 で、条件的にはね、同一条件比較ではなくて、1.8 のこちらのグラフの方が、まあ、ある意味、まあ、ちょっとこう不利な、不利なデータ。これを2にすると、もうちょっと良くなるっていうね、そういう見方もできますけども、まあ、0.2 しか変わらないんで、まあ、同じ土俵であえて、こっちがちょっと条件不利みたいな感じで比較してみたいと思います。はい。ツアイスのアポゾナーの F2 はですね、ここ3つね、この赤ちょっと無視してもらって、これ私が書きました。3つ線、実線と破線があります。で、それぞれ空間周波数を示してまして、10本、20本、40本、ね、10本、20本、40本、ね、こちらも同じく10本、20本、40本、ということを意味しています。この40本とかね、本数が増えるとよりハードルが高くなって、なかなかこの1とか100とかね、天井に張り付きにくいっていうね、ことが言える、そういう、まあ、グラフですね。はい。で、実線が、まあ、サジタル。で、破線が、タンジェンシャルってありますけど、まあ、タンジェンシャルって言ったら、まあ、メリジオナルのことですね。はい。放射方向と同心円方向、というのがあって、それぞれの解像力をこうね、可視化したグラフですね。はい。で、F4 の方は置いといて、F2 の方を見ていきます。まあ、こんな感じになってます。
10本20本40本の時にこれぐらいの、まあ、高さですよっていうことですね。でシグマは、同じく見ていきますと、こちらは、まあ、サジタルとメリジオナルで、10本30本で赤と緑で実線破線で表示してます。はい、10本がこちらで30本がこちらですね。うんですね。はい、で、これ10本と30本でツライスの方は10、20、40ってことなんで、30本の、できればこの、データを知りたいわけですね。で私は、あえてね、まあ、ここが20本でここが40本だから真ん中取って30本って言ったら、まあこの辺かなっていうね、まあ、適当にこう赤く線を引っ張りました。うん、まあなんとなくですけども推察に過ぎませんが、30本空間周波数が30本がこの赤線だとしたら、始まりのねこのセンサーの中心部で、こちらがセンサーの隅っこで、解像力が低い高い、ね、100に近づけば近づくほど解像力はまあ、理想的になるということですね。で、数字を見るとここは70になってますね、この赤い線の一番、まあ、センサーの中心部、一番ね解像力が高いであろう中心部の部分が、空間周波数30本でだいたいまあ70ぐらいかなということですね。でそれに対してシグマの30本のこの緑のとこ見ますと、なんと88あるんですね。ね、まあこれ単位がちょっと違いますけども、100倍すると、88あります。はい、ね、片や70に対して88あるということで、絞りというか後継比が 1.8 であるにもかかわらず、シグマのこちらの新レンズの方が中心像がシャープだということが言えるんじゃないかなと思います。はい、で中心から周辺にずっとこう離れていくに従って、やっぱりまあ解像力が下手ってくる、ね、星が点ではなくまあ甘くなっていったりとかっていうことがまあ起こりやすい、このねフルサイズの最終辺付近ですね。このあたりの数字はどうかっていうと、まあ、実線とか破線とかあるけど、まあ、このあたりってことを考えると 0.6 がまあ一番まあミニマムですね。でそれに対してこちらの赤い線ずっとこう見ていきますと、こちらもやっぱり60ぐらいで収束するということなんで、周辺部はまあ似たようなもんかなということですね。もうちょっと落ちるのかもしれないですね。60切るかもしれないです。はい、なのでまあ周辺部は同じぐらいで、中心部とかまあこの辺というのは、こっちのねシグマの方が断然なんか良さそうな感じ、うん、少なくとも悪くはない、ということが、言えると思います。はい、絞りだって、F1.8 ですよこちらね。だからこれを F4 とかに絞ったらどんな、貼り付き方するのかなっていうのはね、ちょっと興味あるところですね。はい、ということです。はい、でまあご覧いただきましたね、それがね、こちら外観ね、こういう、感じですね。重さが1140g ですね。1140g で、シグマの 14mm の F1.8 のレンズよりも若干なんか軽いみたいですね。はい、ただこのアポゾナーが確かね1キロなかったと思うんで、そういうことを考えるとそれに比べたらまあこちらは若干重い、ということですね。まあ、最近ねシグマはね、大きくて重いレンズを、作る、まあ、その代わり性能っていうのは妥協してないよっていうね、はい、そういうところでまあ競争力を得てるのかなっていう感があります。はい、ですのでこのねシグマの 135mmF1.8 というのは、まあ、今ね MTF 曲線でご覧いただいたように非常にね期待できる光学性能がね、おそらく星にまあ向いた、なおかつ明るい、水性撮るにもいいですし、星雲をじっくり描写したいっていう時も強調処理してもですね、そういう変なパープルフリンジとか赤ハロとかね、そういうのがまあひょっとしたらツアイスよりも少ないのかもしれないということが言えますね。はい、でまあね、そういう星の話をこうあれこれ言ってもなかなかね星をやってない方っていうのはイメージが湧きにくいと思うんで、私がどういうことを言いたいのかっていうのをね、ちょっとフォトショップで画像を用意しましたんで、こちらご覧ください。はい、これはね画像の一部ですね。ちょっとねこれ今フォトショップでいじってみますね。はい、これバンビの横側ってもっと広いんですけども、それをクロップしてます。でまあバンビはどうでもいいんですけども、これずっとクリック拡大していくとですね、これ見てください、星っていうのはね色があるんですよ。一粒一粒にもうこれ何百%で今拡大してるんでカクカクですけども、色あるの分かりますか。
黄色、青、オレンジで、この辺赤い褐色、うん、すんごい色あるでしょう、うん、これ僕が別に着色したわけじゃないですよ、うん、来年撮っても再来年撮ってもこの星は、このちっちゃいこの星はオレンジですわ、はい、とかね、そういうまあ色がこうそれぞれあると、うん、で遠くから見るとまあグレーに見えたりとかするんだけど、ね、何が言いたいかっていうと、こういう星の色の表現ってレンズの収差っていうのがものすごく効いてくるんですよ、ね、レンズの性能っていうのが効いてきて、仮に、ね、星のまあフリンジとか色収差があるようなレンズでこういう領域を撮るとどうなるか、ちょっとシミュレーションするとこんな感じ、はい、色ついてないですよね、全然くすんだ感じで、ね、全体で見るとなんとなくこう、うん、色の違いってあるけどそんなに違い感じないけど、これが、まあ、元画像、これがシミュレーション、うん、そう、色収差バリバリにあるレンズで星を撮ると、星のささやかなこういう色、黄色とか橙とか、まあ、青とかね、そういう色よりも先にね、先に色収差の方が、ま、勝ってしまって、うん、赤ハロばっかりでもう全部赤になってしまうとか、青ハロばっかりで全部青い星の色になってしまうとか、赤い星すら青くなってしまうとかいうのがあって、ささやかな色の差っていうのが出ないんですよ、こういうね、こういうささやかな黄色、こっちは青とかね、そういうのは出ないんですよ。でそうなると強調していくに従ってそのハロの変な色ばっかりがこう目立つことになって、結果それを色収差補正つってね、まあ画像処理ソフトやね、ライトルームとかでもいいですし、カメラローのなん、まあ、フォトショップでもいいですし、なんとでもね、消すことは簡単なんですよね、消すことは簡単なんだけど、そいつをやっつけてしまうとこうなってしまう。結局星の色の抜けたね、星の色の個性がないただの点の集合体、なんかこう CG で点点点点って打ったような、そういう、まあ、個性のない色のこう、あ、星の集合体になるということなんですよ。これね、写真、まあ、あの天体写真やらない方でも、あの写真やっておられる方は、色の感性優れてますんで、ね、これとこれの違いよくわかりますよね。もうちょっと拡大しましょうか。これとこれの違い、もうこれ色が抜けてスカスカになってますよね、はい、なのでまあ色収差の、やっぱり強い収差のあるレンズで撮ると、そういうことになってしまいがちなんですよね、うん、どうしてもまあ、色のささやかな星の微光線の色の違い、青とか黄色とかそういうのがあったとして、その違いよりも先に、まあそういうフリンジとか、まあ、ハロとかそういうものが先に強調されてしまうということなんで、なんで天体写真をやる方はそんなにレンズにうるさく言うのかって言ったら、結局そういうことなんですよ、うん、やっぱり星のピュアなね、うん、ピュアな表情っていうのをこう捉えたい、表現したいっていうのがあって、ね、結果的にすごくね、まあ天文学的に見てもこの星は、まあ黄色というか、まあ褐色系でこっちが青とかっていうのが、まあ、ちゃんとこう分かれてるわけですね、うん、はい、で、まあ、そこを表現するにはやっぱり、まあ、そういうレンズが必須になってくるわけですね。必須というか、まあうん、まあ理想になるわけですね、はい、でその理想を追い求めると、まあ、やっぱり、まあ、こういうレンズが気になってくるわけですね。このシグマのレンズとかがね、はい、で、まあ、それを、まあ、さらに見ていくとこう MTF 曲線を見たりとか、まあ、私はね、このアポゾナをまあ散々使ってきましたんで、これがどういう写りするのかっていうのは分かってますし、このレンズには非常にこう信頼を置いてます。さらに信頼が置けて、さらに低価格、ね、コスパの高いレンズっていうのを今回シグマが出したんじゃないかなっていうことを、私天体写真をやってるね、一ファンの目線として、ひょっとしたらその可能性があるんじゃないかということを皆さんにね、今日はお伝えできたらなというふうに思っておりました、はい、ということですね。なので、まあ
このレンズを使えばね、135mm の焦点がありますから、そこそこね、天の川の、ちょっとしたこうクローズアップとかも撮れますし、もちろんね、普段通りでポートレートとかで撮れますし、オートフォーカスが使えますからね、まあ一般 の、まあ、あのキャノンのカメラにつけたりとかっていう使い方もできますし、まあある意味ね、まあ、いろんな用途が、まあ、選べるっていう意味で、あのおすすめじゃないかなというふうに思います。ちなみにこっちはねマニュアル専用なんでね、マニュアルにしたからその代わり性能は追求しましたよっていうね、性能には妥協してませんよっていう、そういうレンズですから、うん、でそれに対してこちらは便利なオートフォーカスがついてて、手ブレ補正はどうだったっけな、手ブレ補正はちょっとまああれですけども、うん、まあ、とにかくあの優れた、レンズということが、まあ、ちょっと予測できるわけですね。はい、なので、まあ、ここまでね MTF 曲線がすごい、まあ、データをね今回叩き出してるんで、まあ、ちょっと気になる方はですね、まあ入手されてみて、でそれで星を取ってみるとか、まあまあ、星を取らないにしても、まあ、普段通りで使うとかね、うん、そういうので一度ご検討されたらどうかなっていうふうに思います。私もそうだな、やっぱね今すぐ欲しいのは 14mm の 1.8、 これがね4月7日とかでもし出るって言われたら、ひょっとしたらねもう即予約してしまうかもしれないですね、うん、じゃあこの 135mm を即予約するのかって言ったら、まあ今とりあえずこれがあるからね、うん、今すぐというふうには考えてないけど、でもそうだな、アポゾナーを売ってでこれを買うっていうね、その差額を考えたら、まあ、そんなに高くつかないと思うんで、うん、こっちに行っちゃっても、まあ、それはそれでね話題性もあるし、うん、なんか幸せになるかなっていうね、そういう気もしてます。はい、ただ今すぐ欲しいって言われたらやっぱり 14mm の 1.8 が欲しいです。はい、ということです。まあ 135mm あたりの焦点域っていうのはいろんな星雲とかもやっぱクローズアップされますんで、そういう意味合いで、まあ、天体写真にね小型赤道儀とかに乗っけて追尾して撮影したりとか、成形には向かないとは思うんですけども、そういうことをご検討されている方はね、ぜひ、これをねホームページ、シグマのホームページなり、いろいろこう見てですね、海外とかでなんかそういうサクレとかあるのかな、まあそういうのも含めてね、はい、チェックされてみてください。はい、ということで、まあ、あくまでね MTF 曲線のデータとか私のね、まあ、一つの天体写真っていう一ジャンルのね、うん、まあ、目線でしかまあものを言えないんですけども、まあ、そういったところでの、まあ、性能はこうじゃないかなっていうね、そういうお話をさせてもらいました。はい、ということで、本日は以上になります。はい、ありがとうございました。